うん、はいそれでは皆様感謝してますはいそれでは参りますせーのひとりさんのはいとありがとうう楽しいを配信するオフィスアナエですはいということで本日もありがとうございますはいということで、えー、本日は六時台を全員集合となっております まずは、発表コーナー、ひふみのりと戦者札ゲームの1000回以上の達成の皆様の発表をさせていただきます。はい。まず、では、1000回以上達成の方、えー、千葉県海人店、山本智子隊長。おめでとうございます。はい。そして、続きまして、4000回達成、えー、横浜希望が丘店、塚本博史隊長。 おめでとうございます。はい。そして、えー、5000回達成、えー、千葉県の愛と光のショップ、コアさん、長野広子上主おめでとうございます。はい、えー、同じく、あ、ごめんなさい。えー、間違えました。5000回は、えっ、ー、と、緑川優子隊長。おめでとうございます。はい。で、同じく5000回が、同じくコアさんの加藤真由美隊長です。おめでとうございます。はい。 そして、えー、続きまして、6000回達成、えー、福岡県の恋するうさぎ、松岡明美上主おめでとうございます。はい。えー、同じく6000回、えー、愛と光のショップ、コアさん、土屋光代隊長おめ,、はいえー、おめでとうございます。はい。そして、7000回達成、え青森県五所川原店、中村洋子上主おめでとうございます。はい。そして、 えー、7000回、あと2名います。えー、愛と光のショップコアさんの長野広子上司おめでとうございます。同じくコアさんの真由美聖子隊長。おめでとうございます。はい。ということで、本日も、えー、全国で特日大丈夫かおめでとうございます。ありがとうございます。万歳行きまーす。せーの。万歳万歳万歳,万歳,万歳 あり,ありがとうございます。あちらでございます。あ、一緒に万歳もありがとうございます。はい。ということで、発表コーナーは、えー、以上となります。そして、皆様にお知らせがございます。えま、ー、もなく、えー、9月もね、えー、終わりになろうかと思います。そして、えー、ただいま、南米を旅されております。花江社長と、えま、ー、きちゃん部長が、えー、9月のお祭り、えー、日本に帰って来られます。そして、えー、花ペソのね、プレゼント。 えー、10月になったら、ちょっとね、あの、一部公開できるかも、ということでね、あの、ちょっとずつタイミングで発表させていただきたいと思いますので、いよいよ、プレゼントが、はい、あの、お目にかかれるということで、皆様お楽しみくださーい。はい。ということで、お知らせは以上となります。それではここからは、えー、皆様のいろんなご感想、えー、ひとりさんを心の真ん中にいろんな、えー、お話を伺えたらと思います、えー。お手手を挙げていただいて、えけ、ー、ればと思います。 はい。お、かんあゆみ上司さんは挙げてますかねかんさん。かんさん。じゃあまたお声が出たら、えっと、かなみちゃん上司から。はい、ありがとうございます。あ謝してます。あ謝してうます。えっと、体験談ですよね、はい。あ、はい、お願いします。夕眼の体験談です。はい、お願いします。<laughs> えっとね、あの、フェイスブックのグループとかでよく、 あの、地域のグループあると思うんですけど、はい、何個を楽しむ回とか、はいはい、そういうので、あの、横浜のグループなんですけど、あの、ずっと入ってて、投稿一回もしたことなかったんですけど、はい、あの、この間投稿したら、はい、したら、あの、480とかいいねがついて、<ー>びっくりして、えー、と思って、で、なんか恥、 一回しか投稿したことないのに、トップコントリビューターとかなって、で、あの、で、よくあの考えてみたら、その前の日に私、これつけたんですよね。うん。あの、乳がんつけたんで,で、スマホで投稿してるから、だから、あ、これかーと思って<ー> <laughs>、やっぱりひとりさんのプレゼント、すごいと思いました。投稿の内容はまた別のことを。 あ、投稿の内容が、それであの、えっと、前にね、りんちゃんが、グループラインに入れてくれたんですけど、あの、横浜駅に、はい、あの、青い竜の駅画があるって、こう、写真入れてくれて、私それすごいなと思ったけど、見たことなかったんで、見に行ったんですね。はいはい、本当すごくって、で、その写真を撮って、それで投稿したんですけど、はい、<laughs> そしたらそれが、なんか、 480いいねがついてそれでコメントもだからど,どこにこんなすごいなるんですかみたいなああうん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 だからねあのそんなあれだったんであのんちゃんありがとうございますああすばらしい <laughs> ループラインもありがとうございますはいありがとうございますありがとうございますありが、えー、とうございますいや、がとさんざいますありがとうございますありがとすありがととうございますよかったですね

あの先週の金曜日と土曜日なんですけれども、ほた、はい、商店のお客様の斉藤敏子さんと一緒に、コア、うん、さんの加藤真由美さん主催の講演会に、船橋講演会に参加させていただきまして、いやー、もうすごい楽しかったんですよ。私なんですけれどもあの、岩手県を越えた講演会っていうのは、あのま,まあ、せいぜい仙台ぐらいまでが、うんあの 最南端だったんですけれどもあの取り扱い決定になって初めて県をまたい超えて、うん、あのこの講演会に参加させていただきましてであの東京に着いてからはあのそれこそ加藤真由美さんとかあとあのたまちゃんあの西,尾西山松子さんにあのたくさんお世話になって。 すごい楽しい2日間を過ごしてきまして、辰谷部長の講演会はやっぱりもう定番の,あの婚浴風呂の話にあって <laughs> <laughs> であの、だんだんよくなる未来は明るいとか、あと他にもたくさんの1000の回話す、1000回言えばいいよの話もさせていただきまして、うん、あのもう心がどん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 軽くなっていく講演会だったんですよね。 でお客様の斉藤さんも、あちょっと風邪気味だったんではあるんですけれども、はい、やっぱりあのそれよりそれを上回るあの心の軽さを感じてくださったので、本当にいい2日間だったなと思ってで、本当にこの場をお借りして、たまちゃんとうさぎ先生には本当にたくさんお世話になりました。本当にありがとうございます。感謝します 素晴らしいあのちょっと前にあ菅さん主催の時は、玉ちゃんとうさぎ先生が行かれ<う>宮城、岩手と行かれたんですよね。なんかこういうやり取りって、なんかすごく嬉しいなと思って、なんかね、不思議なご縁だなって思ってるんですけれども、うんうん、あなんだろうな、魂のつながりっていうのかな。 出会ったのはつい本当にここ数年な感じなんですけれども、なんかすごく深いところでつながってるの感じがして、も前世からもうこうやってつるんでったんじゃない、うん、みたいな感じで。なんかあの知り合ったらあっという間にあのね、うん、あの仲良くさせてくださったので、本当にありがたいなと思ってます。 顔が<笑><笑>ありがとうございました。はい、感謝してます。ありがとうござ,、はい、ございました。ということで、菅あゆみ上司、花ペストポイント、ワンポイントゲットおめでとうございますバンザイいきますせーのバンザイバンザイバンザイよっしゃーありがとうございますいまありがとうございましたはい。はい、ありがとうございます。 はいえっ、ー、と宮下千夏城主はい<あ>はいお礼、はい、感謝してます,、ねはい、ます今日はあの久々に声が出せる環境にいますのではいよろしくお願いします,はい,ますはいあのビオンカツのお話をちょっとしようかなと思ったんですけれどもはい、はい、あの私あの結構あのなんていうんですかねすぐにこうサボっちゃう いうかビヨンカツも夏場暑かったせいもありますしちょっと朝とか忙しくってあれつぶすが多いのでどうしてもこう後回しになってそのまま家を出てしまうっていう感じでしばらくちょっとあの飲まない日が続いてたんですね。であのあビヨンカツって気になってたんですけれどもなんかねだんだんこう眠りがちょっと浅くなったり、うん、ちょっと朝方。 何回か起きてしまったりっていうのが続いてて、ああ、美カ活、やっぱりちょっともう一回飲んでみようかなと思って、こう何回かやっぱり飲み始めたら、やっぱりね、眠りの質とかも良くなったんですよね。うん、ちょっとあの、ぐっすり、ぐっすりというか、あの起きる回数とかが、あのまあ、一回ぐらいはうとうとして気がつくんですけど、うん、まあ、ちゃんと。 くっすり眠れるようになってあやっぱりビヨンカツっていいんだなって私結構体の内側が冷えがちだったので、うん、体の寝る前に飲むと体の内側多分温めてくれるんでしょうね、うん、それで夜ちゃんとこう体が眠れる状態なのかなとか思って、うん、ビヨンカツはいいなって思いました改めて実感されたんですね、うん、そうなんですよ、うんまあ、いいですね <laughs> というお話でした。<laughs> はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。あ、大丈夫ですか。あ、大丈夫です。失礼します礼し,ますし以上ありがとうございます。ありがとうございます。ということで宮下ちらつ上司。<ん>花ペソポイントワンポイントゲットおめでとうございます。ありがとうございます。ます <laughs> せーの、万歳。 あい、あい、あい、よっしゃー。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。えー、まる手てあげてくださってる、あ、マリコちゃんですかね。あ、はい。はい、おはようござます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ます私もあのチナち,ちゃんと同じビヨンカツなんですけど。 やっぱりあの私はビヨンカツちょっと合うなと思ってずっと夏の間もあのずっと頂い,いてたんですが、うん、あのすごくあの今年はすごい暑かったので、うん、クーラーとかもあのお店もおうちも寝る時も結構みんながんがんかけているような状態だったんですが、うんうん、ビヨンカツを飲んでいたのでなんかお布団全然かけなくてもぐっすり寝れてたりとか、うん、常に足と手と足の芯までいつもいつも暖かくて。 なんか体の芯まで全然クーラーで冷え,冷えないなっていう感じがずっとしていました、うん、なので周りのなんか家族もずっとビョンカツいいってすごくあの飲んでてお客様もあのちょっとあの買うの 忘れちゃって間違えちゃったら午前中のトイレの回数が全然違うって<ー>トイレの回数が減ってしまったって言ったらちょっとあの慌てて走ってあの買いに来てくださった方もいたりして、ね、はいなんか本当にあの夏もずっとビヨンカツであの健康でいられたなと思ってますいはいありがとうございましたありがとうございますはいありがとうございます感謝しますはい,はいということで相葉真理子上司 花ペソポイント、ワンポイントゲットおめでとうございますまた行きまーすせーのゃンありがとうございますありがとうございますはい続きまして、お手手を上げてくださっている小形真由美上手あ、本日お誕生日の真由ちゃん上手おめでとうございますこの場をお借りして皆さんメッセージ本当にありがとうございます最高に幸せ で,す、はい、でえっとビヨンカツの体験談なんですけど、はい、朝ちょっと飲み忘れてでちょっとあのバタバタしててでみんなの LINE を見てお返事返しててあそうだあの新しいストラップを作って注文が入ってそれを送ろうと思ってで郵便局に行こうと思って。 てたんだけど通帳が見つからなくて、でどんなに探しても見つからなくて、すぐ行かなきゃいけなかったのに見つからなくって、もう、あ私、もう物忘れがもう始まっちゃったと思って、うん、あそうだ、美容活を飲み忘れてたんだ、飲もうと思って飲んだら、すぐ思い出して、で、通帳をもともと置いてたところから通帳を持って、ああ、ここに置いてたよかったっていうのを、 あの、ビヨンカツ様に助けられました。<ー>はい。あのー。地球年齢が。四十九歳になりましたが。若いですねと言っていただけます。ああ。お。素晴らしい。あ、<の>いや <laughs> ありがとうございます。<laughs> 本当に、あの。本当にますます良くなる。 素晴らしいお誕生日本当におめでとうございますちゃん上おめでとうございます小型まゆちゃん上司花ペースポイントワンポイントゲットおめでとうございます万歳行きますせーの万歳万歳万歳いらっゃーおめでとうございますその子のお名前はまだ決まってまあえっ、ー、とえっ、ー、とそうずきちゃんになりました くちばしがほう、ほ、はい、ほうずき。ほ、ほう、ほうずき。ほうずきちゃん。はい。はひふへほうずき。ほうずきち,ちゃん。よろしくお願いします。お願いします。かわいい。<laughs> ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。続きまして、えー、はっこーみょうじょうしはい。かしせます。 はい、感謝してまーす。ーはい、ありがとうございます。ありがとうございます。えっと、だんだん良くなる未来は明るいの、まあ、あ,あ,あの、1日100回、はい、あの、週末土曜日、日曜日、あの、100回、YouTube で、あの、うち店長が出してくれた YouTube でやってたんですけど、あの、お仲間さんとちょっと1000回やってみたいなって思って、うん、あの、トライしたんですね。 であの一人で千回はもうあ100回なんて私できなかったんですけどこうお昼のこの皆さんとの100回がやっとだったんですけど、うん、この YouTube をピびってまた元に戻して、うん、あの用意スタートからのをあのちょっとちょっと間空けてチューハイ飲みながらとか自分の機嫌をちょっとあげあげでやってたのが、うん なんんかでできたんですねさあすごかったのが顔が白くなるんだなって思いましたなんか<ー>、うん、あの私もなんですけどお仲間さんも顔が白くなってでまたお仲間さんツヤが出たりとかしてあのこれはなんか本当にだんだんよくなる未来は明るいんだなって感しましたありがとうございますたしいってくれてありがとうございますうこちらこそです本当にねあのご自分のペースでやられるのもいいし あの、みんなでやると本当にすごいパワーを感じますよね。ね <laughs> ありがとうございます。うございます。この後も、あの、夜、1000回、あの、1000回バージョンをね、あの、やらせていただきますので、よかったらそちらもお気軽に、休み休みで大丈夫ですね。お気軽に。はい。ありません。いはい。ありがとうございます。ということで、発行名星花ペソポイント、ワンポイント、ゲット おめでとうございます万歳いきまーすせーの万歳万歳万歳よっしゃーありがとうございますはるちゃん上司もありがとうございます <laughs> 感謝しまーすはい、ありがとうございましたはい。では続きまして、はい。はい。えー、ご感想と、えー、ある方は、達也部長のね、あの、YouTube の感想でも、ひとりさんの YouTube の感想でも、えー、花井社長のご感想、 あとはね、恒例ご報告等でも大丈夫ですのでよかったら聞かせてくださいあ、どうぞあ、そういえば辰部長の講演会ねよかったらご感想<笑><笑>あ、ちょっと待ってくださいねエコちゃん隊長ありがとうございますはい、感謝してますミュート会場で行けますでしょうか感謝してます,感謝してます うちってごめんなさい今聞いてなくて私でしたあ手挙げてらっしゃいますよねはいはいあどうぞどうぞあいいですかはい大丈夫ですあ,ありがとうございます感謝してますいつもありがとうございますさあのですねだんだん良くなる未来は明るいなんですけどちょっとあの、えっと、ひとりさんが書いて考えてくださったっていうことで、はい、自分で最初やってたんですけどなんか ちょっと否定の心が出るときがありまして、うん、あの一人でやってるときはところがあのこの間からうち店長と皆さんとやるようになってからですねなんか本当にああよくなるんじゃないかなっていう気持ちに近づいてきてですね、うん、<laughs> それであの立山町のこの間の講演会で立山町おっしゃってたんですけどあの朝起きたらすぐやったらいいよって言われたんで朝起きたらすぐやったらいいよって言われたんで やってるんですよ100回そうすると、なんか一日すると出るんですよね、<ー>何かこう、ちょっとあっても。<ー>あ、これ、朝やって、あとみんなでやるっていう効果ってすごいなと思って、<ー>本当に感謝してます。ありがとうございます。ありがとうございます。以上です。 ありがとうございます。ありがとうございます。またよかったら一緒にやりましょう。はい。ということで、菊池栄光隊長。花ぺんさポイント、ワンポイントゲット、おめでとうございます。万歳行きます。せーの、万歳。万歳。万歳おめでとうございます。ありがとうございます。はい。続きまして、じゃ、内山明子隊長。はい、よから。はい。 あ、どうぞちょっと心の準備あ、いきなりです、あれ。はい。この間はね、ちょうど達也部長の船橋。そうなんですよ。はい。講演会。講演会行かせていただきました。うすごい素晴らしい講演会で、あの、達也部長、あの、以前も何回か行かせていただいたんですけど、ます、YouTube で見てて感じたんですが、ますますパワーアップされてました。素晴らしかったです。 本当に。うん、はい。で、お話はもう YouTube で上がると思うので、うん、大丈夫だと思うんですけども、うん、あの、その中で私、いくつか感じたのは、は<ぁ>あのー、もう終わりですって言った時に皆さんが、うん、えぇっていうところがあるんですけど、うんうん、そこが、あの、ものすごい、その部屋中の大反響で、うん、あんな,なんて言うんでしょう。うん 声というか、すごい、うん、あの、ミラクルの空間でした。うん、皆さんが、あの、劇文をよく、うん、あの、なさっているお,おかげな、楽しいの叫びなのか、うん、あの、達也部長の、やっぱり、あの、パワーと、あの、ミックスされてるのかわからないんですけど、<ー>もう、素晴らしいエネルギーが、え、やだーもっともっとやってー、うん、ってうん、その時に感じました。うんうん そこのいらっしゃったならではの。そうです。もう、あの、たぶん YouTube でも感じると思うんですけど、それ以上に生では感じました。はい。素晴らしい。素晴らしかったです。もういろいろ、あの、感じたことはあったんですけど、もうそれがすごかったです。あとは、あの、よく、えっと、だんだん良くなる未来は明るいとか、1回のいろんな あの、うん、えっと気になったことを1000回言う,うん、うん、ということの中で私はあのだんだんよくなる未来は良くなるを言わせていただいてるんですけど、うん、やっぱりあの人によってあのその時もお話しさせていただいたんですが、うん、あの違うかと思うんですが私は300回ぐらい言った頃に、うんうん、急に空気がか軽くなってんかふわっ と気持ちが明るくなりますそしてあの,ー、あのその時もちょっとお話ししたんですけども、うん、あの大事な用事があって、うん、あのどうしてもあの,あの急がなければいけなかったんですが、うん、買っていたあの特急のチケットの時間に間に合わなくなってしまったんですね。うん、で先にあの行っていただいて私の分はキャンセルしていただいたんですけど、うん、電車の中でもうずっとあの。 <laughs> 向かいながらもどういったら一番近く行,行けるかなと思いながらも、うん、だんだんよくなる未来は明るいを、うん、あの心の中で唱えていて、うん、でやっぱり300回ぐらいだったんですけど、うん、あの検索をしたらなんと間に合う道順が出てきたんですよ<ー>で絶対間に合わないのにはずだったのに。<laughs> 無事に間に合えて、うん、あの、結局また特急チケットを買い直して、うん、あの、皆さんと合流できたという。ね、はい。で、その、え、達也部長の講演会の時も、本当は間に合わないと思っていたんですが、うん、こちら、花井さんのオフィスに寄ることができ、はい、しかも講演会に間に合ったという、<ー>謎の、あの、時間、時間が、あ,<ー>あの、不思議な、あの、経験をさせていただきました。うん、なんで、あの、千回、 唱えるというのは、本当に、あの、すごいパワーがあるんだなと思った、あの、体験談です。素晴らしい個人の感想です <laughs> ありがとうございます。<laughs> 素晴らしい個人の感想。ありがとうございました。いしたはい。ということで、内山き子隊長、花ペスポイント、ワンポイント、ゲットおめでとうございます。バンザーいきます。せーの。バンザーイバンザーイバンザーイ,ンザーイよっしゃーおめでとうございます。いますはい、ありがとうございます。

聞ったんですけれども、あきこさんとそこで、ね、<laughs> 一緒になってね、うん、はい聞いたんですけれども、あの達也部長のねお話は、すごく面白いし、大笑いするし、大人気なんですけど、私があのなんといってもやっぱり、一番す,ぎょすげえーなーって思うのは、あの雷のような声でして、うん、<laughs> まるでこう雷が落ちるようだっていつも思うんですよね。で あのいいな、あの声、あの大きさと思って、で私、動画撮って、あのーまあね、ちょっとね、いっぱいのところにあまり載せられないんですけれども、あれを見直したときに、あのー、お客さんの声が小さくて、うんってこう聞き取れないような感じなんですけど、達也、うん、部長はマイクもないのに、ものすごく聞こえて、すっごい大きな声で、うん、ああ、ここまで声出すのいいなと思って、もう 誰も今なんて言ったのって言わなくても、何でももう何でも聞こえるみたいな大音量の声、うん、私もこれちょっと憧れだなと思って、ちょっと目指してみようかなと思いました。うんうん、でかい声を。<笑>,かなんかあの笑い声もそうですけど、あのしゃべり声もすごい元気をもらいますよね。すっごいですよ。あ、ね、あのあの なんていうのあの言い切りだけでもう元気が出るっていうか、ね、闇をばっさり切るっていうかすっごい迫力でねえあれだけでもすごいなと思って、はい、どこまでいけるかわかんないですけど大声を目指してみようかと思いました <laughs> 以上です、はい、ありがとうございます <laughs> あ,りいましたありがとうございます <laughs> ありがとうございますはいありがとうございますはい,はい はい。いかがでしょうか大丈夫そうであれば、時間的に体験談のご紹介コーナーとさせていただきます。はい。では、まず私から行かせていただきたいと思います。はい。では、さってサロンさんの体験談、ビヨンカツの体験談をご紹介させていただきます。最初は夜寝る前に、 30粒飲み始めました。冬はいつも眠りが浅くて毛布にくるまって寝ていましたが、初めて飲んだ翌日は熟睡して気がついたら汗をかいて毛布もどっかに行ってました。かっこ笑い。今はビヨンカツ水を教えていただいて仕事中も飲めるので残業もへっちゃらになりました。ひとりさん、素晴らしいサプリを本当にありがとうございます。おかげさまで大安心で 仕事ができていまーす。ありがとうございます。ねもうすぐでね、あの、だんだん今涼しくなってきてね、また冬に近づいてきましたけど、このビヨンカツさんの、またね、体が温まるっていうのが楽しみですね。<laughs> ということで、えー、さてサロン、どの、えー、さてサロンさん。 アナペットポイント、ワンポイント、ゲットおめでとうございますバンザイ行きまーすせーのバンーイバンーイバンーイよっしゃーおめでとうございますはい。じゃエミリンちゃん、お願いいたします。完成してますでは、八千商店のお客様より、ビヨンカツの体験談です 50代女性の方です。やちさん、おはようございます。今日もビヨンカツ飲んで頑張ります。今日、ピラーティス、あ、先日ピラーティスで、生徒さんほとんどお腹冷えてるって先生から言われてる中、私の番では冷えてないですねってことでした。ーふわーっとビヨンカツのおかげかなーって頭に浮かびましたっていう体験談です。ありがとうございます。いということで、やち商店様、ア、はい、のベストポイント、ワンポイントゲット。 おめでとうございますまずは行きまーすせーのバイ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 よっしゃーありがとうございますはいのお客様ですね。ハッピーくみちゃん上司のお客様の体験談です。感謝してます。旦那さんのビヨンカツ体験談です。うちの旦那さんは最近ビヨンカツを飲み始めました。 最初は1回の量を10粒飲んでいたのですが、1回20粒にしてみたところ、飲んでから少し経つと、体の内側からじわじわと温かさが広がってきた、と驚いていました。体の芯から温める効果は絶大ですね、っていう体験談でした。素晴らしいありがとうございますありがとうございます発泡食品、ゆきちゃんくみちゃん商店様はい鼻ペスポイント、ワンポイントゲットおめでとうございますありがとうございますじゃ行きますせーの バンザーイバンザーイバーイ,バイ,バイよっしゃ,よっしゃありがとうございましたはい、ありがとうございます。うん、はい、ありがとうございます。いますはい、感謝でございます。えー、ということで、はい、いかがでしょうか大丈夫そうであれば、えー、6時台を全員集合、えー、ワイパーやって、 自分を許します。自分が大好きです。やって、えー、3回。あ、よかったらご一緒に。はい。<laughs> ご,ご一緒にできるから、行きたいと思います。では、お口につぼみを作って、愛してますからいきます。せーの、愛してまーす。ついてる、嬉しい、楽しい、感謝してます。幸せ、ありがとう。許します。ご自分へ、愛してまーす。ついてる、嬉しい、楽しい、感謝してます。幸せ、 ありがとう。許します。地球さん宇宙さんへ愛してます。素晴らしい。はい。では、自分を許します。3回行きます。せーの。自分を許します。自分を許します。自分を許します。素晴らしい。では、自分が大好きです。3回行きます。せーの。自分が大好きです。自分が大好きです。自分が大好きです。 今日も宇宙一幸せな時間をありがとうございました万歳行きまーすせーのバ歳万ーイバンーイバーイっしゃーありがとうございますはいということで、えー、6時では全員集合は、えー、以上とさせていただきますこの後、えー、だんだん良くなる未来は明るい、えー、ズームで、えー、最初で最後かもしれない正解、えー、チャレンジの旅、行かせていただきます <laughs> はい。時間的にちょっと休憩して、えー、10分後の、まあ45分ぐらいから始めさせていただけたらと思います。はい。えー、いつもはね、お昼で100回ごと、100回ごとに、だんだんよくなる、うん、100回、だんだん良くなる未来わかるよ言わせていただいてるんですけども、ここでは1000回、えー、まあ100回区切りに100回終わって、こまめに水分補給して、まあ、20秒、10秒から20秒ぐらい、休憩を間に挟んで、200回目行きます。 で、休憩して300回目行きますって感じで、あの、行かせていただこうと思います。で、本当にあの、結構言ってると熱くなったり、汗かいたりもしてくるので、本当に水分、えー、塩分、栄養補給はもちろんですけども、途中で辛くなった場合は、もう遠慮なくストップして言うのをやめて、もう、あの、 声出さなくて、もう見てるだけでも全然大丈夫ですので、もう、あの、ご自分の体調、第一優先に安全第一で、あの、楽しく、無理なく、よろしくお願いします。<laughs> はい。ね、あのー、ね、前回、この、これから毎日言いたいなーって時も、この、これから撮る YouTube をね、あの、流しながら、まあ、一緒にみんなと一緒に感覚で楽しんで、 あの、言っていただけた,たらなと、うん、お役立ていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。はい。では一旦、えぇ、ー、あのー、6時では全員集を、えー、終了させていただきます。えー、ご参加される方はそのまま、この、ズームに繋いでていただいて大丈夫ですので、よろしくお願いします。それでは、ごきげんよう、5秒前 !4、3、2、1、ふわふわ感謝してます愛してます,ますでは、